前回のあらすじ。デイブは二つ目のダンジョンをクリアしたことにより解放された氷河区域の最下層を探索し、先に到着していたスワムと共についに最後のダンジョンへ足を踏み入れる。スワムとデイブは着々と謎を解いていき、ダンジョンのボスであるヘリコプリオンを撃破するが、制御室の扉の前に現れたジョン・ワットソンと戦う、ということにはならず、乱入してきたクロノサウルスと対峙することとなった。そしてデイブは無事クロノサウルスを討伐し、このゲーム最後の自由時間を与えられるのであった。ということでどうも皆さん、決意準備ともに万全の霊夢で絶対何か忘れてるパターン。いやこんな大事な事案に準備忘れるわけがないぜん。本当に何も抜かりないならそれでいいんだが、この長きにわたる戦いを終わらせる決心もついたしね。でもこういう時って何か一つ忘れちまうことってあるだろ。旅行行く時充電ケーブル忘れたり。まあ確かにそういう忘れ物は怖いよね。それじゃあ今回準備してきたものを口に出して言ってみたらいいんじゃないか。ああなるほど、確かにそうしたら足りないものがわかるかもね。今回準備したのは、銃の弾数増やして、酸素ゲージ増やして、あとは、2つだけだったわ。足りないものだらけじゃねえか。てなわけであれから2日経ったのでついに決着をつけに行きましょう。この戦いに終止符を打つ時が来たのか。思い返してみれば短かったような長かったような。さあこれなら入れるはずだ。奥から熱気が強く吹き上がってますね。まともな状態ではなさそうだな。気をつけたまえ。それじゃあ満を持して突入しましょうか。やっぱり謎解きはさせられるんだろうか。まあラスボス戦だけってことは絶対ないだろうね。気の根がものすごい変異を起こしてる。まさにラピュタみたいなありさまだな。あっちの扉は木の樹液で塞がっちゃったか。何か移動する方法があるはず。てなわけで案の定謎解きが始まったわけだけど、ひとまずあたりを探索してみようぜ。左側の樹液で塞がった扉以外のルートを探せってことだよね。というかなんかオウムみたいなのいないか。いや何この可愛い具足虫もどき。もしかしてそのオウムってモテるのか。普通に抱きかかえちゃったけど。じゃあつまりそいつをどこかに運んで道を開くってことか。運ぶって言ったってどこに乗せればいいんだろう。ああ待って、私わかっちゃった。この滑車の荷台にこの子を乗せてあげれば重りになって下の扉が開くんじゃない。ああなるほど、通りで重そうな見た目してたのかこのオウム。ってことで次の謎解きもかかってこいや。いや謎解きがないに越したことはないけどな。よし、とりあえず通れた。そうやった道立たれちゃったじゃん。樹液で塞がれた扉に戻るためにはさらに進んでいかなくちゃならないみたいだな。あ、今通ってきた道が、他の道も樹液で塞がってる。海サソリに、あの変異した剣木の実、大変だな。なんとか方法を探さなきゃ。てなわけで次のステージに来たわけだけど、デイブが言ってたようにこのサソリがだいぶ鬱陶しそうだな。銃も効かないみたいだし、こいつらを避けつつ下の樹液を溶かす方法を見つけなきゃだね。ところでこの変異した剣木の実は引っこ抜けるのかな。なんか今回はこれが鍵になってそうだよな。レイヤー爆発しちゃったんだけど。あ、そういうことか、わかったぞ。この実を樹液の上に落として爆発させれば道が開けるんだよきっと。なるほど、それじゃあ試してみようか。ってことで実を樹液の上に落としてっと。おお、綺麗に穴が開いたぜ。これで次のステージに行けるわけね。おお、この変異した剣木の実を使えば樹液を爆破できるんだね。じゃあ、さっき見かけた扉にも変異した剣木の実を落とせば。それじゃあここからは毎回恒例、謎を愛し謎に愛された私による倍速謎解きだね。結局最終回までそのネタやるのかよ。はい、そして剣木の実を置けば、何回も自分も爆発食らってたような気がするが、これで制御室のさらに奥へ進めるな。扉が開いたぞ。この奥、なんだか薄気味悪いな。気をつけて入ろう。いやーまだまだ謎解きが続きそうだね。まあでも難易度としては優しいからサクサク進めれてるよな。それがこのゲームのいいとこだよね。でこのステージは何をすればいいの？上下から熱気が噴射されてるから、それを避けつつ進んでくって感じか？いやいきなりアクション要素。案外こういうのでミスって酸素減っちまうから気をつけろよ。この私に任せときなって。てなわけで最後までやってまいりました。ここはただ熱気を避けるだけの簡単なお仕事だったな。果たして次のステージはどんなのなんだい？何このキモい卵？一体何の卵なんだよこれ？うわぁ、あの気持ち悪い卵たちは何だろう？どうして剣木の根にあんなものが？うげぇ、精肉化したー。これは虫苦手な人には普通に閲覧注意な映像だぞ。変な生き物が孵化した。そういえばあの生き物、巨人族の壁画で見た気がする。一瞬しか見えなかったけど見た目はちょっとアノマロカリスっぽかったよね。確か天神が熱湯とか言ってなかったか。確か天神が言ってたよね。古代の技術者が剣木のエネルギーを注入して生き物を改造したって。こいつらがその生き物ってこと？まだここに残って繁殖していたなんて。一体何があったんだ？まあでもガドンも金論様は閉じ込めただけだったから、圧流も駆除はしなかったのかな。でもさっきのサソリと違って銃は引くみたいだぞ。それじゃあ駆除しつつ先に進もうか。なんだこの卵の量？
しアンチと集合体恐怖症同時に潰しに来てるだろこれは。ここは卵がもっと多いぞ。もうすぐ孵化しそうだけど、後にも引けないし。あっちに扉がある？あれを覆っている粘液を溶かせば。でも一体どうやって溶かすの？お、ここに都合よく腐ってない剣木の実があるじゃねえか。あそこに正常な剣木の実が一つあるな。ここにある剣木の実の装置に入れてみようか。あ、つまりこの装置から出るビームで溶かすってことか。でもこれだと角度的に粘液に当たらなくないか。よし、装置が動き始めた。この剣木の実の光を当てれば、粘液質を溶かせるかも。うわ、また一斉に孵化しだしたよ。どうするんだこの状況。うわ、卵が帰り始めてる。全部やっつけないと、邪魔されて粘液を溶かせないな。ってことで最後の一匹やりましたよっと。これで装置を動かしてビームを粘液に当てればいいわけか。ふう、やっと全部倒せた。もう一度、扉の粘液を取り除いてみよう。はいはい、レーザー治療しますよ。まさかこの装置を固定放題みたいに動かせたとはな。いや、まだ残党が残ってた。まさかここにある卵全部孵化するわけじゃないよな。っていうかこれ剣木の実装置のビームで一掃できるじゃん。いや、本当の意味での固定放題になるのかよ。ってことでこいつらに照射しつつ粘液を溶かしていきます。とまあ最後は森で直接片付けました。最後の方はビームじゃ間に合わないくらい増えてたぜ。ふう、これで本当に全部やっつけたみたいだね。また何か現れる前に早く扉の粘液を溶かさないと。てなわけで溶かしきったので入ります。なあ霊夢、これそろそろラスボス出てきてもいい頃合いじゃないか。うわ、注意書きにも書いてあるよ。これは腹くくらないとだな。よっしゃ、何が出てきても死にしてあげるから待ってなさい。このゲームでしか使えない脅し文句。うわ、またなんか気持ち悪い絵面だよ。それにしてもこの黄色に光ってるのはなんだ。うわ、古代生物の幼体たちが何かにびっしり張り付いてる。あれは剣木の核？もしかして、あれが剣木の引き起こす異常現象の原因なのか。それじゃあ、あそこにへばりついてる圧流を駆除すれば解決ってこと。なんだそんな簡単なことだったのか。とりあえず、あれを全部駆除しよう。ってことで全部森で駆除したよ。ふう、これで万事解決だぜ。いやー、これで魚人族のみんなは平和に暮らせるね。これにてデイブザダイバー完結だな。剣木の核が再び安定したみたいだね。これで解決したかな。ふう、これで地震も減るといいけど。そろそろ地上に戻。まあ当然まだ何かありますよねー。それにしてもこの地響きは一体？ドワーでかいー。こいつは、さっきまでの圧流の親か？まさか剣木の暴走と圧流の異常繁殖の原因はこいつ？うわー、あれはなんだ？さっきの生き物たちの、親？通りで、あちこち卵だらけだったわけだ。でどうするのよデイブ、後ろの部屋には孵化しそうな圧流の卵がいっぱいだし後には引けないよ。今ここで、やるしかないな。でもこの様子だと柔軟的かなさそうだしどうやって？霊魂博士ー。今回はちゃんと間に合ってくれたぜ。よっしゃ、レーザーであいつの首ちょん切っちゃって。木の根もまともに切れないレーザーで。万が一ということもあるかと思い、君の位置情報を辿ってきてみたが、一体これは何事だね。あの巨大な怪物が、溶岩の中から。む、あれは、古代魚人族文明の文献に何度も登場した、圧流というやつのようだな。あ、霊魂博士は知ってるんだ。伝承の中の古代生物が生きているとは、しかも、あんなに巨大化した姿で。この前、巨人族の村長から古代のとある実験について聞きました。実験体になった後ここに残り、剣木と地熱を吸収してあのように大きくなったわけか。いや、博士察しよすぎるだろ。あいつを倒さねば剣木を安定させることはできない。デイブ、よろしく頼むぞ。何も協力してくれないの？あんな古代生物に勝てるわけないですよ。君はさっき、恐竜すら打ち倒したではないか。いや、あれは別ですよ。今は銃弾どころか武器すらないのに。お、ここに来てダフが活躍？そういえばこのドローン作ったのダフって言ってたし、レーザーと同じく攻撃手段が搭載されてるんじゃないか？ふ、デイブ氏、武器ならここにあるではないですか。うん、何のこと？ふふ、話したはずですよ。このドローンには隠し機能があると。こういう日が来るとは思っていたのですが、この僕の予想より早く来てしまったというか。いや、逆に何に使う予定だったのよ。ドローンの攻撃モード活性化コードを入力します。おお、すごいデフォーメーションだ。どんどん武器に変形していくぞ。おお、こんな機能があったなんて。このドローンは酸素レベルの維持、弾薬の無限発射、さらには時間操作機能を搭載しているのです。いや、酸素減らないのはすごいが、時間操作ってまさか時止めるとかそういうやつか。いや、まさかね。時間操作？その通り、右クリックを押せば、一時的に時間を操れるというわけでして。いや、とんでもないメタ発言ととんでもない現代科学の逸脱。攻撃を見切るための時間が稼げるという寸法です。もちろん行動が伴わなければ、いくら時間を稼いでも無駄ですがね。
フ、今僕がお手伝いできるのはこれくらいです。これが最後のお別れにならないことを祈りますぞ。グッバ。いや、次にはデータ見ていい？うん、それはよくわからないが、とにかく終わりにするつもりはないぜダフ。さあ、話してる間律儀に待っててくれたクソデカーツユキング、ここがお前の墓場よ。さすがに迫力がエグいなラスボスは、まあ大方予想できたラスボスではあったけど、ここまで来て逃げるわけにはいかないよね。よし、蹴りをつけよう。さてまずは相手の攻撃を見極めよう。一体どんな攻撃をしてくるんだ。あ、なんか火の玉投げてきたね。前夜下からもめちゃくちゃ来てるじゃねえか。あー、これ多分あれだ。シンプルに弾幕シューティングゲーだこれ。弾幕シューティングといやー東方と同じだぜ。これはものすごく楽しそうな予感。さあ、いよいよ弾幕ゲーっぽくなってきましたねー。うちのウプ虫は東方原作好きだから割とやり慣れてるところはあるんじゃないか。この調子でじゃんじゃん敵の HP 削ってきちゃおう。お、なんかムービー入った。ついにやったか。いや、ベタなフラグ立てないでよ。今の攻撃力ではやや厳しいかもしれないと言いますか、僕の予想を上回る相手です。ここまでするつもりはなかったのですが、リミッターを解除しましょう。え、これより上があるのか。え、今までは最大火力じゃなかったってこと。最初から超必殺技を使ってもつまらないですからな。まあ見ててください。リミッター解除したら一体どんなことができるんだろう。なんか銃口が光ってるが。名付けてステラレーザー。あらゆる技術を詰め込んだ超出力のレーザーでしてね。まさか海で使うことになるとは。ふ、木の根切るときもそれ使えばよかったのに。よくお聞きください。スペースを押し続けるとステラエネルギーを貯めることができます。ボタンを離すと発射。シンプルな仕組みです。ただしチャージ中は移動速度が大幅に落ちますので、くれぐれもご注意を。では幸運を祈りますぞデイブ氏。まあ何はともあれ使ってみりゃわかるだろ。てや敵も熱戦吐いてくんの。なんとか私たちの方が早かったみたいだな。なんでクロノサウルスといい、この世界の古代生物はみんな熱戦吐いてくんのよ。と、ともかく敵の弾幕を避けつつ隙が空いたらレーザー貯めて発射って感じで良さそうか。まあ大方そんなとこだろうね。ってことで決着つけちゃおうか。今すべてを終わらせる時だぜ。よっしゃ行くぞえ、これで終わり？いやまだ絶対何かあるぜ。いや逃げられちゃったじゃん。ここで逃がすわけにはいかないぞ。早く後を追う。あ、あいつ逃げようとしてる。今ここで倒しておかないと、きっとまた何か問題を起こすに違いない。きっちりとどめを刺しておこう。さあ、どこにも逃げ場はないぞクソデカーツユキング。引き続きステラレーザーでボコボコにしてやるぜ。今度こそ決着をつけてやる。よし、やっとムービーに入ったよ。あいつを追ってたはずがいつの間にかこっちが追われてるってのは置いておいて、ここからどう蹴りをつけるんだ。行き止まりー。いや、やばいぞこの状況。行き止まりだ。どうしよう。あ、待って、これもしかして QTE？ うわ、本当に QTE 行ったぞ。オッケー、なんとか間に合った。いや、この様子だとデイブも少なからず火傷してると思うけどな。ふぅ、危なかって、また QTE 行ったー。いや、2回目は不意打ちすぎるだろ。でもこれで少しは足止めできたんじゃない？はは。やつめ、剣僕の茎に絡め取られてしまったか。で、デイブそんな口調だったっけか。とどめを刺すラッキーチャンスだ。ふむ、しかし、ドローンは壊れてしまいましたぞ。武器のシグナルは消失中です。どうしよう。周辺に何か使えそうなものはないかな。あ、待って、ここに不自然に剣僕の実があるよ。あそこに巨大な剣僕の実の装置がある。剣僕の実も正常化したようだし、あれに入れて起動すれば。いや、大きすぎて無理だ。僕一人では動かして狙いを定められない。ていうかそもそもなんでこんなでかい装置設置したんだよ金論様。やばいよこれは。